やほ、カニパンです。今日はですね、ミミックというホラーゲームをやっていきたいと思います。カニパン初のホラーゲームに挑戦です。このミミックっていうマップは和風な感じのホラーゲームになってます。かなり完成度高くてちゃんとビビってます。怖いけどカニパンのホラーゲームなら見てくれるって人はグッドボタンよろしくお願いします。やっていきたいと思います。ちょっと今までねホラーゲームってやったことなかったんですけど、まあ新しいことにもちょっと挑戦ということでやっていきたいと思います。怖いよ。このさ、このバッグかわいいな。こっちに行けばいいの？開かないよ。お化けは本当に出てくるのでしょうか。本当にねガチの初見プレイ、本当にやったことないだよね。このマップというかホラーゲーム自体そんなにやったことない。え、みんないなくなったし、あ、いた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 。どうすればいいんですかこれ。あ、こっちか。こっち開かないでしょ。でも裏口を使うべき。裏口か。裏口だってこっちじゃない。じゃ裏口こっち、これ、こっちも行けないわ。裏口ってこっちじゃないのこれ。あ、開くよ。ここ開く開く。あ、いた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 。ここでは絶対何何何何、ジムにヒントを探してみようか。めっちゃ可愛いバッグ落ちてんだが、欲しいんだけど。欲しい、このバッグ。これ欲しい、これこれ欲しいな。これ持てないの。これ持てないですね。めっちゃ、なんでこんなバッグだけが落ちてんの。あ、ここ開くよ。あ、ジムってこう、そういうことか。こういうことか。ジムの反対側に行かないと。プールをチェックしましょうか。お、なんで、なんで草が生えてんの。あ、廃墟みたいな設定なのかな。だから草が生えちゃってるんじゃない。ちょっと待ってちょっと待って。あ、ビビった。血かと思った。こうやって見たらさ、血だよね。どう見ても血じゃない。いや見て、血がついてる。これは本当の血だ。怖い。え、待って。ちょっと。握手。怖いよ。ちょっと待って、行きたくない。だいぶ行きたくない。だいぶ行きたくない。だいぶ行きたくないです。プールってこっちか。え、待って、誰かおるくね？あ、誰もいないか。いや、でもね、お化けとまだ会ってない。ねえ。ねえ。でも多分こっちに行けってことだよね。普通に考えてさ。待って、本当に嫌。なんで？なんで血が出てんのこんなに。小映え、小映え。小映えが飛んでるよ。ちょっと。ここの匂いがする。ここの匂い？どうしたんだろう。なんか悲しいストーリーがあったんだね。お、なんか書いてあるよ。テリー・ブロッサムズ・ブルーム・アポン・ダ・アライバル・オブ・ダ・魔女。え、テリー・ブロッサムって桜ってこと？なんか可愛い猫ちゃんいる。なんだろう。あ、これだ。なんかおそらく多分これってさ、死体みたいな感じだよね。ほら、また血がさ、どんだけ人殺してんだよ。待って、鍵を見つけた。ジムのドアを開けられるようになった。有村、有村かすみかすみ。ジムのねところ鍵を開けられるようになったらしいから、ちょっと開けに行ってみようかな。どこの鍵だっけ。あっちか。でもね、お化けはまだ出てきてないんですよ。いやー、お化けにそろそろ会いたいけどなー。あ、桜？桜だ。おお、綺麗だね。何がなんだかわかんないな。どこにもないところで桜が育ったのはどうやって。わかんない誰かが植えたんじゃなくて。
またバッグがある。見ましょうか。待って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 、何の音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 、なんかジーって音した。これグッチ、グッチが、グッチがなんでビーって音したの今。何、どういうこと。グッチを取ろうとしたから怒られたのかな。怖いんだよな、怖いんだよな。あ、ビビった。ここに大って書いてあんの怖いよ。はい、これで気使って開けます。開けまして、お、なんかあるよ。あー、もう英語は読みたくない。はい、じゃあやっていきましょう。多分ここからね、お化け出るんじゃない。うわー、ちょっと待って、怖っ。歩くのがゆっくりになっちゃった。いや待って、音が怖 い、 こういうのさ、結局さ、音楽ゲーだから無音にすればさ、まあ、怖くないんですよ、こんなものは。 ね、何かいない。え、これかなりまずくない。え、これ後ろ下がった方がいい。え、あ、泣いてる泣いてる泣いてる。どうしたんですか、どうしたんですか。消えたんだけど、どうして、なんで泣いてんの、なんで泣いてたの、さっきどうして泣いてたんですか、どうして。これ自分の人影ですか。自分の人影か。あー、怖い怖い。頭なくね、でも。あ、なんかすごい商店街みたいなとこに来た。すごいね。でもさ、毎回さ、雨降ってんのはなんでなの。よーく、偶像ラーメン。え、カニパンラーメン大好き。カニパンもラーメン食べたい。ホテルとか何屋さんか、でも分かんないな、こういうの見ても。中華料理とかなのかな。これはなんだ。あー、ブックストアか、本屋さんだ。ねえ、何これ、ここだけ不吉なんだけど。それ、ここだけ死の家なんだけど。怖い、待って、めっちゃ今叫んじゃった。やばいやばいやばい。ね、声が怖いんだって、マジで。交流じゃねえよ本当に。隠されたドアの鍵を見つける。じゃ、なんかね、歌ってんの。歌わないで。ね、マジで怖い。鍵でしょ、鍵。どんどん進もう。違う。ねえ、なんかある。ねえ、違う。曲がマジで怖いの。あ、鍵あったよ。あったあったあった、鍵あった、鍵あった。見つけた、見つけた。え、どこ開ければいいの？ね、声が近い。あー、待って、いや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 、ねえ、終わったの。え、終わった。あー、終わったんだけど。ちょっと待って、でもこっからまた始められんの。あ、でも鍵持ってないや。ちょっと待って、またさ、声が近いんだって。だいぶ声が近い。ねえ。鍵を見つけて、鍵。
これどうすればいいの、あの人に会っちゃったら。どうしようもなくない？一回止まった方がいいってことかな。来てるんだよな、声が近いんだよな。おお、綺麗なお姉さんだ。声がめっちゃ近い。なになに、何の音、何の音、何の音。え、これ鍵で開けられるよね。あー、ちょっと待って。ねえ、そんなのなしじゃない。おい、なしだろ。ねえ、ちょっと待って。ねえ、もう何これ、本当に意味わかんないんだけど。ねえ、せっかく鍵見つけたのにさ。あ、待って、ここからか。てかさ、声近くなった。一旦止まろう。止まって静止。一旦止まって冷静になるのよ、私。そしてまた歩き出すって。ここで止まって、あ、大丈夫。マジで怖い。ねえ、そんなさ、不吉なさ、なんか怖い歌歌うんじゃなくてさ、もっと楽しい歌歌わない？ちょっと怖いんだけど。そんな怖い歌歌わなくたっていいじゃない。ねえ、これどうしたらいいの？ねえ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 、これどうしたらいいの？こういう時って。ねえ、ねえ、ねえ。これ見られたら終わりじゃん、だって。怖いよ。一生さ、ここから進めないんだが、なんかさ、攻略方法がわかんない、いまいち。え、トリマーここで鍵取るじゃん。なんかさ、武器とかないわけ？そんな逃げるだけなの？そんな一方的なの？あっちが有利みたいなさ。もうやーめ、こうなったら終わりじゃん、だって。だってこうなったら終わりじゃない？え、だから歌ってる時は、歌ってる時はさ、あのさ、やんない方がいいってことかな。動かない方がいい、歌ってる時は。ちょっとわかんないんですけど。歌ってる時は動かない。歌ってない、歌ってない、歌ってない。多分そうだと思うんだよな、私。なんとなく。歌い始めたら一旦止まるか。違う？違いそうだな。なんか。でも、そうっぽくない？で、離れたと思ったら動いてよし。また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 。めっちゃね、声近いんだよ。あ、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 めっちゃ近い。あ、でも離れたかも。離れたんじゃない？あ、止まった止まった。いや。いや、いや、止まろう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 。いや、もう動きたい、もう調べ、動いちゃうぞ。うん、うん、でででうひょ、ううえ、止まってるよ、カニパンは止まってる、動いてないです。お、離れたかも、離れたので、ちょっと行ってみましょう。お、お、お、音も止まったね。止まってます。カニパンは止まってます。動いてないです。動いてないです。止まってます。
カニパンは止まってます。止まってるので、止まってるので、止まってます。止まってるから襲わないでください。本当に止まってるよ。ほら動いてないもん。キーボード触ってないもんね。あ、止まったかも。あ、曲ってか、あの、また始まった。止まってます。カニパンは止まってるよ。カニパンは止まってるよ。止まってる。動いてないから、来ないで。動いてないよ。というわけで今回はミミックというゲームをやってみました。いやー怖かった、マジで怖かった。カニパンはあのホラーゲーはあんまりやったことがなくて、初めて、ほぼほぼ初めてだったんですけど、カニパンめちゃめちゃ頑張ってたやん、偉いって思ったら、皆さんぜひチャンネル登録お願いします。今日も見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。Thank you.